いらっしゃいませ、こんばんは。大型犬でございます。フォルツァホライゾン4。さてと、ロードスターに乗ってきたけれども、前回はなかなかさんさんたる結果だったね。うん。なので、まあちょっとセッティングを変えましょう。で、キャンパーはね、リアあんまり寝かせたくないんだよな、オフロードメインの時はな。荒れる原因なんだよね、挙動がね。んで、バネはね、前後ともに結構硬くしましょう。うん、多分底付いてる。もうちょっと硬くできるな、多分な、あの感じだと。走ってる挙動の感じね。で、車高はもうちょっと下げとく？この辺にして、前下がり1センチぐらい。1センチ行き過ぎかな。まあでも1センチぐらい。で、ダンパーは、バンプの速度はまあいいや。うん、悪くない。ブレーキはほんのちょっとフロント寄りにして、こんなもんだね。これで行ってみようか。よし。行くぞ。ね、何にせよその車高の低い、FR なので、ね、そんなにこう、ストローク幅もないし、難しいよね、結構ね。で、できればもう一回ぐらい黒缶、ちょっともうリベンジリベンジで。ここ行っとく？よし、行っとこう。ね、前回黒缶で相当ひどい目を見たんで、お、ギアショートにしたらすごい元気になったな。おわ、早い。うんうん、車高を前下がりにした効果が随分あります。ただバネを硬くしているので、そこまで大きくね、ストロークする量は、あ、怖い怖い怖い、減っているので、そういう意味ではいいバランスなのかな。あ、でももうちょっとフロント前下がりか、フロントのバネは柔らかくてもいいかな。うん、悪くはないけどね、全然。ちょっとこれでレース出てみようね。今まあいいや。今アスファルト、まあ路面を汚れてるとはいえアスファルトを走っているので、あ、向こうか。おお、帰ってきにくい。まあ下り坂だからしょうがないね。あっちか。はいはい。さあ、オフロードに入ったぞ。ここでの挙動を見極めておかないと。あー、難しいね、やっぱり。お尻が出始めたらなかなか帰ってこないね。うん、まあでもだいぶマシになったな。うん、でも底付き、そんなにやすやすとサスペンションも沈み込んでいかないし、伝わるかしらこの違い。OK、 さあ頑張ってみようか。3度目の正直になるのかな。なるといいね。もう結構もう名前つけるの疲れてきたな。よし、行くぞ。 OK。 これでそのクロスカントリーでそんなに不満が出ない挙動だったんであれば、あとはね、どっちに触れるか、どっちに振るか。うん、お、なんだ、スバルすげえいいのいるじゃん。あれと勝負すんのかい、クロカンで。かなわなくない絶対ね。インプレッサー今いかついのいたよね。うわ、でっかいのいる、右側、怖い怖い怖い。あ、いた。
うん、今のところ悪くないです。あのバネがしっかり踏ん張ってくれているね。あの前回までのふわふわした感じはだいぶないね。うんうんうん、言うこと聞いて。怖い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 、飛べってか、飛べってか、よいしょ。あー怖いよ、これ絶対ダメージ入ってるよね車にね。フロントガラスピシャピシャになっちゃったけど、これ何周、あよかった周回レースじゃないのか、あそこ何回も飛んだら車ボロボロになっちゃうなと思って。欲を言うならもう少し前下がりでもいいかな車ね、車高もうちょっとねフロントタイヤを強引に働かせてもいいのかもしれない。その今雪道だからだと思うけどね。あでもいいですいいです、あのとってもいいです。それかそれかだ、よいしょ。リアのキャンバー今ほんの少し 0.2 度ぐらいついてるけど、これ、ま、ものすごい縦にしてもいいな。あーあーああ、車壊れちゃうって。ほらなんかもうフケが怪しいよこれ。抜かれちゃうよこれ、タイヤ大きい車たちに。黒缶はダメなのそもそも、こういう車で出ちゃう。そんなことないよね。もう全然エンジン吹けなくなっちゃった。特に事故ったわけでもないのに、ただ大きいジャンプを、飛び降りだねあれ、ジャンプじゃなくて大きな飛び降りを2回体験しただけでエンジンが吹けない。ああああああ、そら叶わねって、叶わねって、そりゃ。あらかじめ言っといてくんねえかな。ね、まあでも3位とかなら、うわーでかいでかい。見えない、全然見えない。まあ3位でもいいよね、悪くないよ。負けちゃった、派手なスカート履いてんなお姉ちゃん。ほいでも黒缶のラウンド4、これはでもあれだな、黒缶に出る車は考えたいのいいかもしれないね。何も考えずにポイポイ出れるレースじゃなくなってきてるね。じゃあちょっと気持ちを新たにロードレースでも出てみる。Enjoy. なんかそこそこ遠回しにディスられたような気がしたんだけど、気のせいか。さあ僕今どこにいんの、どこにいんの僕今ん、どこ、あ自分の位置が分かんない、んあここか。ってことはロードレースここ近いから、お掘り出し物があるじゃない。こっちのロードレース出てみる。掘り出し物を探してみようかね、残りの時間で。たださ結構そのね、フォルツァホライゾンのこの掘り出し物ってさ、見つけるの大変じゃない、特に僕車車内視点だからね、結構見つけるの苦労するよなと思ったんだけど、これさドローンモードで見つけた時ってどうなんだろうね、見っけってなってくれるのかな、ちゃんと。それとも自分がそばに行かないと見つけたことになんないのかな。ね、やってみようかちょっと。うん、悪くない挙動だな。もうちょっとオーバーステアにして、危ない。でリアがなんていうのかな、このデコボコ道でおかしくならないようにすれば。さてと、こっからドローンモードで探してみようよ。ドロモ見つかるかな。さてとで
僕がいつも探す場合は怪しい建物怪しい建物がないかをまず探しますね。どっかにポツンとね立ってるね、なんかガレーなんていうの、倉庫、ああいうの、ああいうの、こういうのがね結構怪しかったりするんだけど、これは違うかな、違うね。あとはこっちなんかある、建物、建物、建物っぽいのはないかな、こっちないかな、なさそうだね。あ、これは、これはどうだろう。あ、これっぽい、これ何、これ出てとんの、これこれ出てとんの、どっからか飛ぶのかな、どっからか飛ぶんだよね多分。あとはもう山の中で見づらいね。どこだろうね、ポツンとね倉庫があったりするのよ、人里離れたところっていうの、どこかな。なんかでも木が生い茂ってて難しいねこの場所の。もうちょっと円の中、あ、痛い、円の中心の方行ってみるこの辺にはないのかな。この辺でも土道だもんね。お、これじゃない、こういうの、こういうの、こういうの怪しいんじゃない、どうなの、これ違うのかな、違うのかな。あれ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、変わった。今までさ左下のミニマップがさ紫色の大きな円だったのがピンポイントになりました。ここだ、ここだ、ここ行こう、よしよしよしあ、なるほど、ドローンでも一応見つけられるんだね。あれ、これ抜けないの、よいしょてい。問題はこの車でこの過酷な山道を抜けられるのかっていうことだよね。あ、いけるいける、案外いける。もうカラコロカラコロ、こうホライゾン3よりもぶっ倒せる木が増えたよねね、ホライゾン3って結構なんでもない木にぶっかってガツンって止まってたけど、さあさあさあ、どこだ、このあれだあれだ、よしよしよし。 How did you find another? Why am I asking? Be there soon. お、さっき出てた車だ、 22B かなこれ。ああ無残だな、無残だな。 It's an Impreza 22B, an old rally gemOnly a small handful were imported into the UK, so this is a really rare find. Come on, let's get it fixed. いいね。え、22B 乗れんの？嬉しい、乗りたい。I'll get it back to the garage, shall I? I even keep this one for myself. Okay. 準備ができたら電話をくれる。わかった、待っとくよ。うん、いいね、楽しみだね。22B の修理が終わったら 22B 乗ろうね。ね。よし、じゃあ今夜はこの辺にして、次回もう少しこの車のセッティングをいじくって。煮詰めていこうね。はい、それじゃあ今夜もこの辺で大型犬がお送りしました。またね、バイバイ。